母の名前がゆきで、私はゆか。父は、携帯のアドレス帳に、家族は、下の名前だけで登録しているため、たまに、母へのメールを間違って、私に送ってくる。今日昼頃、ビデオ借りてくるけど、ゆきちゃんなんか見たいのある？というメールを受信。父は、DVD をビデオと呼ぶ。家じゃ、亭主関白気取りで、母を、おい、お前としか呼ばない父が、ゆきちゃんと書いていたことで、職場で笑い転げてしまった。すぐに、私がゆきちゃんに聞いとこうか？と、返信すると、死にたいと帰ってきた。死なれちゃ困るので、父の好物のプッチンプリンの大きいのを3つ買って帰ってきた。今、父が、帰宅以降一度も私の目を見ず、皿にプッチンして直食いしてるのを、母がニヤニヤしながら見ている。